今日はね日曜日なんですけど、まあ休みでね、まあ今日はずっと動画の編集とか、まあ、あとあれだってミールプレップですね、あのご飯作ったりとかして一日が終わりました。でね、なんかねちょっと家いたらちょっと動画撮りたくなって何撮ろうかなとかこう考えながらねちょっと歩いてたんですけど、とりあえずちょっと喉乾いたんでスターバックスに今来てます。これスターバックスのクリスマス仕様なんですよね僕普段ねスターバックスなんて来ないし、日本でもスターバックスに行ったことなんてほとんどないんですよね。でもそんな僕が勇気を出してスターバックスで飲み物食べました。Facebook かな Twitter かななかなんかで、ね、野球の競技者人口のね減少がすごいみたいなね、記事を誰かがシェアしてて、確かに競技者人口は減ってるけど、なんて言ったらいいのかな、僕は逆に今日本じゃないところにいて、この国ではスペインにおいては野球競技者人口が、まあ増えているって言っていいのかな、増えてちょっとずつ増えていってるところに今自分を身を置いてて、で一方で競技者人口ちょっとずつ減ってってる日本と見比べてみて、まあ、思うことというか、まあ、僕なりに気づくことがあって、まあ、それをちょっとね話そうと思って今日来たんですけど、まあ、そもそもじゃあ日本、まあ、これいろんな人が言ってるんですけど、日本の、ね、野球の競技者人口は減ってるっていうけれども、そもそもね日本においては日本国内で、プレーされるスポーツの競技数っていうのがすごい増えたっていうのがまずありますね。まあ簡単に言うと学校の部活動とかでもいろんなスポーツの部活動があって、野球、サッカー、バスケだけじゃなくて、まあ、卓球、テニス、バドミントンとか水泳もそうだし、いろんな競技が盛んになって、いろんな競技で世界で戦えるような選手とかも増えてますよね日本人で。まあ、そういうところから見ると日本国内で非常にこう選択肢が広がって、今まで野球とかにこう集中してた人口っていうのがちょっとずつこう散っていってるっていうところもありますよね。まあ、でもそのね相対的にその要は競技者競、スポーツ競技数が、増えるとか部活のスポーツの数が増えること自体っていうのは悪いことじゃないんですよね。むしろ日本のスポーツ界とか、まあ、日本という社会においてはすごいいい動きだと思うんですよね。いろんなスポーツの形があって、いろんな人の人生の楽しみ方がある、選択肢がいっぱいあるっていうので、僕はすごいこういい動きだと思ってるんですよ。でもなんかそういういい動きなのに、日本で野球にかかっている人たちの中の一部の人がそうやって野球という競技の人口が減ってるっていうふうにこうあんまり言っちゃうと、ちょっとね野球頑張ってる人もかわいそうだし、それからこれから野球に取り込もうとして活動してる人とかもにもちょっとかわいそうかなって思うんですよね。まあ、あとはねじゃ逆にスペインからで野球、スペインの野球って立場はですね、どっちかって逆で、もともとほらサッカーってめちゃめちゃやっぱり第一番人気のスポーツだし、スペインではその次、まあ、バスケットボールすごい盛んなんですけど、野球ってどっちかっていうと、まあ、スペインではすごいマイナースポーツで、まあ、知らない人の方が多いスポーツなんですよ。で、でそんな中で野球っていうスポーツが今、去年のアンダー18の大会じゃないですけどスペインってねすごい頑張ってて、日本代表ともねいい試合したし、なんだろう今成長してるスポーツであるんですね。でまあ、そういう距離は日本における野球という立場とスペインにおける野球というそのスポーツの立場が全然逆、まあ、逆とは言えないけどちょっとこう逆の立場での世界で僕はちょっと生きてる今やってるんで、そういう立場から見るとスペインにいてよくそう思うのはその野球というスポーツに移ってくる人が多いんですよ。だから最初小さい時から子供で一番最初にやる始めるスポーツが野球という子ももちろんいますけど、違うスポーツをもともとやってて中学生ぐらいとか、まあ、高校生ぐらいになってやっぱ野球やってみたいなって言ってチャレンジする子が結構いて、でそういう子たちをしっかり取り込んでやり続けてる成果が今のスペインの野球の成長につながってるのかなって僕は個人的に思います。あと、まあ、子供とか若い子だけじゃなくて大人もね野球とか、あとソフトボールとかでもそうなんですけど、
大人になってから始めるっていう人も結構多くて、まあ大人って子供がいて、で子供が野球始めたから同じようなスポーツやってみたいなで、まあ、スローピッチソフトボールやるお父さんお母さんとかもいて、その野球、まあ野球とソフトボール、うちのクラブは一緒にやってますけど、あの野球ソフトボールが結構門戸を開いてて、いろんな人を取り込むっていう動きが結構活発だっていうのが、こいつの、まあ、野球がすごい途上、発展途上の過程にあるスペインにおいてはそれはすごく感じます、はい。日本で割と野球とかソフトボールってなんか割と経験ないとできないみたいな、ちょっとこう敷居が高いイメージなんですよね、うん、だからなんか初めて野球をやるっていう人たちをなんかね、うまく取り込めてない気もします、うん、まあ僕の知る限りでは中学校の野球部とかの先生とかやられてる方で、初めて野球やる人とか初めて野球やるんですって子たちもうまく取り込んでやってる方もいるんですけど、まあ全体で見てそれちゃんとできてるのかなっていうところですよね。あとそういうイメージをねやっぱ与えちゃってるっていうのもすごい良くないなと思います。まあね、日本っていう国のこの社会においてはそのね、野球競技者人口ね、の減少を食い止めるっていう考え方じゃなくて、とね、大きなところで捉えてスポーツ界のスポーツ競技者の人口を全体的に増やすっていう動きに切り替えていった方が、あの僕はいいのかなと思います。多分今日本の社会の中で、まあ、大人も子供も含めてですけど、まあ、そのスポーツ今楽しくてスポーツ楽しんでますっていう人、その社会人の大人の中で何人いるかなっていう話なんですよね。その人口の割合がどんだけあるかっていうところなんですよ、はい。で各年代30代30代40代50代60代で今ね70代でも元気な方いるんで、その年齢の方たちがそのどういうスポーツ、どこまでこうスポーツやれてるのかっていう、スポーツを楽しむ環境があるのか、楽しめるような状態でいるのかっていうところも含めてやっぱりその考えていかないとあのいけないのかなとは思います。でも競技者、スポーツ競技者とかスポーツを楽しむ人たちが増えるっていうのがまず第一条件というか、まあ一つのステップかなと思います。でその次に日本ではちょっと難しいかもしれないですけど、いろんなスポーツを楽しむっていう、なんていうかな、文化というか、社会づくりみたいなのがね、できないといけないのかなと思います。で環境があってんですけど、まあ環境はね、割とあると思うんですよ。あの野球やる場所あるところも多いですし、かといってサッカー場もあるし、で体育館もあるし、いろんな競技をいろんな人がいろんな競技をやっていいと思うんですよ。例えば今僕は野球しかやってないですけど、僕中学生の時は中学校の野球部入りながら、少林寺拳法をやってました。少林寺拳法の道場に、週2回通ってました。日曜日はちょっと部活があったりしてきつかったんですけど出られなかったんですけど、まあ平日の夜学校の部活終わってから7時に道場に行って練習してました。少林寺拳法7時とか7時半かなで、9時までやってました、はい。なんで別にね、その他のスポーツとか、まあ、武道とかもそうですけど、なんかできないってことはないんですけど、なんかそこにあんまりみんなこう身を投じないのかなっていう日本の社会があると思います、うん。まあ日本はね、ゲームも盛んだし、あのテレビゲームね、ビデオゲームも盛んだし、まあ楽しいからね、それもいいんですけど、土日とかね、僕日本にいた頃に土日とか公園行くとみんなね、ポケモン GO やってますよね。それからポケモン GO やる人たちが例えば、まあ、バレーボールやるとか、ポケモン GO やってた人たちが野球とか、まあ、サッカーとかやるんなればいいのかなって思います。もっとスポーツのね、楽しみ方がなんか日本はなんだろう、そこがちょっと弱いのかなっていう、もっとスポーツを楽しめるようにね、な環境ですよね。なんかね、やっぱり草野球でもそうですけど、まあ、真剣にやることはいいんですよ。真剣にやるから楽しいんですけど、でね、そのなんかもういい大人なのに楽しむのと真剣にやるっていうのをこう、ね、一緒にできない人も結構いて、なんかね、いい雰囲気でちゃんとスポーツを、ね、やりたいのに野球という環境に限ってはね、なんかこう変に厳しい人がいたりとかしてつまんないんですよね。そういう意味ではね、もっとスポーツを、ね、楽しむ環境というのを、ね、日本は作った方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の意見です、はい。まあ、スペインだけじゃなくてもいいや、他の国に視察に行った方がいいですよ。で野球を見に行くんじゃなくて、いろんなスポーツ見に行ってください。スポーツ競技総合施設あるんで、本来スポーツって、まあ、道具の、ね、お金はかかるけど、その、まあ、
部活とかクラブチーム入ってやるスポーツ以外にもやっぱりね遊びでやってもいいと思うんですよ。僕なんかだから小学生の時野球やってましたけど、野球チーム入ってやってましたけど、あじゃあ放課後何して遊んだかって言ったら、まあ、野球して遊ぶ時もあったし、サッカーする時もあったし、バスケやる時もあったし、なんか外で遊ぶ環境っていうのがやっぱあったんで、今と比べて。だからやっぱり外でボール使って遊ぶ野球、サッカー、バスケ、それ以外にもドッジボールやったりとか、やっぱね、そういう遊ぶ環境がやっぱあったんですよね。で、それがなんかいつの間にかなくなっちゃって、で、スポーツじゃない選択肢でやっぱ遊ぶことないですよね。だって考えてみますね、ボール使って外で遊べなかったら毎日鬼ごっこですよ。毎日鬼ごっこ、毎日泥系じゃきついっすよ飽きますって。で、僕らの頃は、僕は子供の時は遊戯王とかね、まあ、ポケモンも あったし、ゲームボーイもあったから、まあ、ゲームボーイやって、ね、遊ぶ時もあったし、その遊戯王でね、公園でやって遊戯王やってた時もあったけど、でもずっとそれやってるとつまんないから、じゃあなんか他の選択肢ないかな、ああじゃあ今日ちょっとサッカーやろうよとか、今日野球やろうよとか工夫してましたもん。で、まあ、その日のうちにね、なんか野球やってたけど日も暮れてきたし、ちょっとなんか飽きたな、疲れたから、じゃあちょっと遊戯王やろうよみたいなこともあるし、あったし。で、今の子たちってじゃあそういう、なんだろう、環境整ってるかなっていう感じですよね。その気軽に遊べないしね、野球してとかキャッチボールもできないっていう状況が、じゃあ、あのね、危ないっていうのは簡単なんですよ、ね、ボールぶつかったら危ない、それは危ないよ。スポーツもそうだしね、遊びで何かやるにしても必ず危険伴うんですよ。登山しようが、ね、野球やろうが、サッカーやろうが、ボール当たったら危ないしね、怪我するリスクっていうのはあるんですよ。で、それをどうやってコントロールするかっていう、なんとかな、安全確保の仕方みたいなのも、そういう子供のうちに遊びながら覚えていくんだと思うんですよね。うん、例えばこの方向にボール投げたら、あそこに後ろに人が来たら危ないな、じゃあこういう向きでキャッチボールしようとか、うん、あそこにネットあるから、じゃあそこに向かって打とうとか、ネットないところに行ったら危ないなとか、僕のこの力じゃもうあそこのネット越えちゃうからこっちに打とうとかね。で、そうするとなんかまたゲーム性があって面白くなったりするんですよね。で、あとまあでも野球するって言ったってね、あのみんなが硬式ボールとかいわゆる軟式ボールでもね、ああいうちょっと硬いボール使う必要もないんですよ、別に。本当は僕ちっちゃい時に、公園とか友達で野球やってた時は、新聞紙を丸めてガムテープで巻いたボールとカラーバットで野球やってました。はい、あの新聞紙丸めたボールだと ちょっと重さがあって投げやすいのと、あとまあお金あんまかかんないじゃないですか、フル新聞を丸めて作るだけなんで。で、まあ、バット、カラーバットね、その辺のおもちゃ屋とか売ってる安い100均とかのやつで打って遊んでたんで、なんかだからグローブなくても野球できたんですよ。でも今の時代なんか野球しようってなったら野球チームに入んなきゃいけないし、もうグローブないと野球できないじゃないですか。僕小学生の時とか放課後野球して遊ぶって言ってもいろんな形の野球があったんで、軟式ボールとか硬式ボールで野球でバット使ってカキンと打ってやる野球と、もっとハードルが低いあのゴムボールとかプラスチックのボールとか、あとカラーボールとか、あとダンボール、さっき言ったあれダンボールじゃない新聞紙丸めてあのガムテープで巻いたあのボールでやる野球で何種類かあったんですよ、野球っていう形が。もちろんサッカーもいろんな形があったし、ひたすら PK やるみたいなサッカーもあったし、そういうなんかいろんなスポーツのやり方あったと思うんですよ。バスケもそうだよね。でもなんかそれがいつの間にかなんかこう形にとらわれるようになって、でこうじゃなきゃいけないんだって、でいろんな公園とかでやれないみたいな、やっちゃいけないみたいなのが増えて、結局そういう形になってるのかなって思います。正直ね、この YouTube の動画見てるね少年少女ね、ちょ聞いてくれよって、グローブとバットなきゃ野球できないわけがないよって俺は言いたい、うん、新聞紙丸めてガムテープで巻いて、柔らかいボール自分たち作って、でバットはもうその辺の棒でいいんだよ、何でもあのほうきで、ほうきで家にあるほうきで打てばいいんだよ、それで野球楽しめるから十分。うん、確かに普通のね軟式ボールとか硬式のボールと金属バットでカキーンって言ったら気持ちいいよ。でもそれで文句言う人がいるんだったら違うやり方あるし、それをね大人が教えるべきだと思う。うん、
だから野球のコーチとか、まあ、それこそ野球普及活動みたいなのしてる人がそういう発信をねどんどんやっていくべきかなと、まあやってると思うんですよね。全部知らないから分かんないですけど、やってると思うんだけど、そういう人たちの活動にもっとみんなが注目しないといけない。野球だけじゃない、サッカーもバスケも全部ボールを使った遊びは全部危ないみたいになっていっちゃうから、そうじゃなくて、危ないからダメじゃなくて安全な方法を考えようよって話だよ、うん、だから安全にできる場所を作ってあげたりとか、それこそじゃあお年寄りの、ね、人にボールが当たって危ないんだったら、じゃあお年寄りの人が野球を教えてあげるとかね、うん、こういう風にすれば安全にできるよとかっていう風にお年寄りの知恵を使ってやってもらうって社会になれば相乗効果で良くなると思うんですよね。お年寄りの人たちも子供たちと触れ合って元気になるし、子供たちは子供たちでお年寄りにいろんなことを教えてもらって育てるっていう、いいね、環境の循環が回ると思うんですよ、まあ、外野から見てね、そう思う。で、日本だけじゃない、その公園でボール使って遊びするなとかっていう表示があるの、スペインもそう、うん、公園とか、まあ、マンションの敷地内によってはここでボール使って遊ばないでねとかっていう表示が必ず書いてある。だからまあ僕が言いたいのは、日本ではもっといろんな人がいろんなスポーツを楽しめる、環境づくりっていうのが、社会づくりっていうのができたらないいのかなって思います。まあ日本だけじゃないね、世界的に見てスポーツがねもっと盛んに行われた方がいい、うん、まあね、今のこのご時世ね、なんか最近第三次世界大戦が始まるんじゃないかなんてね言われてますけど、ちょっと物騒なね世の中になってますけども、やっぱりね、まあスポーツに身を投じてる人間としては、スポーツって本当は平和の象徴だから、うん、なんかね、物事争って結構血の気のないものかって思うかもしれないんですけど、スポーツってもっと違うところに魅力があるから、うん、みんなで一緒に汗を流したり、その相手に対する敬意を持ってね接するとかっていう、なんていうのかな、友情じゃないけど、なんか言葉には表せないようなね美しさってもあって、それを乗り越えた先にやっぱり国とかそういう人種とかね、そういうのも乗り越えて結ばれる人々の絆みたいなのもねあるし、そういう意味では僕はもっとねスポーツっていうのが世の人にとって近い存在になれればいいのかなと思います。ちょっとね熱く語っちゃいましたけども、まあ僕が言いたいのはとにかくスポーツ競技者人口を増やす、うん、スポーツ競技者人口を増やして、で移行、要はこの競技からこの競技に移行とか、それこそ同時並行でスポーツをやりやすい環境を作ってあげる、今週は野球、来週はサッカーってできるようにしてあげる、あと大人も子供もいろんな年代の人がスポーツを楽しめるような環境を作る、大人だから野球とか挑戦するのはダメなんで、大人だからこそ挑戦しようよっていうね、こと僕は言いたい。まあ以上、今回もねご視聴ありがとうございました。これ財政国 love